美女木ジャンクションは埼玉県戸田市美女木4丁目にある東京外環自動車道、首都高速5号池袋線、首都高速埼玉大宮線を接続するジャンクションである。本校では便宜上、同一地点にある国道17号新大宮バイパス、国道298号美女木8万交差点についても記す。東京外閣、環状道路と首都高速道路、 新大宮バイパスが直行する位置に建設されている。付近が住宅地で用地が不足しているため、用地取得の制限からやむなく、コンパクトに設計せざるを得ず、十字立体交座により首都高速道路と東京外環自動車道の各本線が通過する両フロアの中間に設けられたフロアにおいて、首都高速道路と東京外環自動車道を行き来するための各接続道路が、 平面交差点で信号機処理される特殊な交通運用形態をとっている。一般道路部分も新大宮バイパス本線が国道298号をアンダーパスしており、これらを合わせると車道のみでも五層構造、さらに横断歩道橋が設置されているため、実質6層構造という他では見られない多層構造となっている。 高速道路の JCT 平面交差部の信号機は、事故防止のため視認性の高い、体系 LED 信号機の設置をはじめとする各種の安全対策が設置されている。新大宮バイパスと国道298号が平面交差する。新大宮バイパスは、交差点部をアンダーパスで常時直進することができる。道路には横断歩道がなく、歩行者横断禁止のため、 平面交差部の上空に、井桁た状に横断歩道橋が設けられている。下から、外環道本線、平面交差部、首都高速本線の3層の高架道路が設けられている。外環道と首都高速の本線はそれぞれ片側に車線で、ジャンクションを直進通過している。平面交差部は、外環道、首都高速の本線から分岐したランプが、 ジャンクション地点で十字交差点となって交わり、各方面に分岐した後に、外環道、首都高速のそれぞれ本線に、再び合流する。外環方向に向かうランプには、外環道の料金収受のための料金書が設けられている。平面交差部で、左折方向となる、首都高速5号池袋線外環道、大泉方面と、外環道大泉方面首都高速埼玉。 大宮線については常時左折化の処理を行うことで、信号源時に関わらず進行することができるが、それ以外の方向については、交差点部の信号源時に従って進行する必要がある。なお、左折方向であっても、近傍の戸田で入り口に向かう交通と服装する恐れのある外環道三里方面首都高速5号池袋線、方向は、信号機の指示に従う必要がある。 なお、平面交差部では、交差点の構造上及び交通規制上、外環道両方面からは直進することができない。また、首都高速5号池袋線の下り本線から分岐したランプと、都大入口との合流部にも信号機が設置されている。百九十三年に、首都高速5号池袋線が、美女儀 JCT まで延伸開通して、外環道と、 定時交差で接続する際、美女儀 JCT を管轄区域とする埼玉県警察は JCT 内での信号機の運用は交通事故を招く恐れがあると懸念したため信号機処理を行わなくても良いように以下の通行のみを可能とした。残る首都高速5号池袋線外環道三里方面の右折については認めず手前の首都高速戸田南出入り口で 一旦新大宮バイパスへ流出させ、ビジョン8万交差点から国道298号を経由して、外環道、戸田東インターチェンジから流入させる処置が取られた。しかし、1998年に首都高速埼玉大宮線が開通した際、戸田出入口から首都高速埼玉大宮線方面へ直進できるようにすることと、交差点内での 各方面からの右折振動を制御する必要があり、JCT 内の隠し安全対策を取ることを条件に、信号運用による十字強用が警察により認められた。JCT 内での最高速度は時速3 0トルとされたほか、平面交差部へ進入する案内標識は高速での進入を防ぐ目的で、 特例的に一般道路の案内標識と同じ青字のものが用いられている。ありがとうございます。